源氏は女と朗らかに冗談などを言い合っているうちに、こうした境地も悪くない気がしてきた。当の中将は源氏が真面目らしくして、自分の恋愛問題を非難したり注意を与えたりすることがあるのを口惜しく思って、そ知らぬ風でいて、源氏には隠れた恋人が幾人かあるはずであるから、どうかしてそのうちの一つの事実でもつかみたいと常に思っていたが、偶然今夜の会合を気合わせてみた。当の中将は嬉しくて、こんな機会に少し脅して源氏を困惑させて懲りたと言わせたいと思った。それで叱るべく油断を与えておいた。冷ややかに風が吹き通って夜の更けかかった時分に、源氏らが少し寝入ったかと思われる気配を見計らって、当の中将はそっと室内に入っていった。自嘲的な思いに眠りなどには入りきれなかった源氏は、物音にすぐ目を覚まして、人の近づいてくるのを知ったのである。内志の助の古い常人で、今も男の方が離れたがらないという噂のある首里太夫であろうと思うと、あの老人にとんでもない不しだらな関係を発見された場合の気まずさを思って、迷惑になりそうだ、私は帰ろう、旦那の来ることは初めから分かっていただろうに、私をごまかして泊まらせたのですね、と言って、源氏は脳死だけを手で下げて屏風の後ろへ入った。中将はおかしいのをこらえて、源氏が隠れた屏風を前から横へ畳み寄せて騒ぐ。年をとっているが、美人型の華奢な体つきの内志の助が、以前にも常人の勝ち合いに困った経験があって、慌てながらも源氏の後の男がどうしたかと心配して床の上に座って震えていた。